いやーもうねずっとこういう景色なんですよ田園吊り橋が、わ結構怖いぞ。結局2キロぐらい歩いたかな。今ね急に僕ちょっとここ止まってるんですよ。あーすげえ甘酒の味。ただいま国道54号線を北上しております。今現在奥出雲の方面ということでね、結構南に来ております。向かうは鳥取県米子方面なので、このまま徐々に徐々に北東方面に進んでいきましょう。さあそしてただいま国道432号線を走っておりまして、ここは奥出雲町ですね。いやーもうねずっとこういう景色なんですよ田園。いやしかし本当にこの奥出雲の辺ってお盆の季節は関係ないよね鬼の下震え、今から目指すところはその鬼の下震えなんですけども、何があるかよく分かってません。とりあえず行ってみましょうという感じなんですよね。読み方は分かりました。鬼の下震いということみたいですね。先ほど案内看板があって振り仮名振ってありました。もうあとね 1. 何キロですわ。ただねちょっと嫌な予感、空雲がねこういう雲なんですよね。で結構山あいでしょ、あの大遍路の時のように雨大丈夫かね、ゲリラ来ませんかね。今回のツーリングスタート始まってから全く雨がなくてね、ずーっとカンカン照りなんでね。ただ今回雨が降ったらもう躊躇なくカッパ切るよとか言うててね、結局もうすぐ止む、もうすぐ止む、雨が上がるってね呪文を唱えてね、そのままカッパは着ないまま終わるんでしょうな。あ、鬼の下震い左ここか。何やろね、ここ何があんねん。小釣り橋、なんかよくわからんけどさ、まあ、ここも駐車場やね。まあバイクここまでか。よしよし、そしたら止めさせていただきましょう。こういった散策マップがあるぐらいなんで、なんかいろいろとね回れそうですね。吊り橋が、わ結構怖いぞ。この吊り橋を渡ってからぐるっと回って戻ってきましょうか。しかしまあ自然豊かやな。そしてこの散策マップの裏にね、奥出雲のお土産っていうことでお土産の一覧に載ってるんですよ。この辺は何が名物かって言ったらね、やっぱり日本酒とか醤油、あとは鬼の花くそっていう饅頭、そしてね奥出雲舞茸ということでね、そういやね先ほど食べたお蕎麦屋さんでもね、ドドーンと舞茸の天ぷらが出てましたんでね、美味しかったですわ。やっぱりこの辺の名物なんですね。渓谷がすごいね。この遊歩道は 800m 続いてるらしいですよ。さあ今駐車場に向かって下の遊歩道を歩いております。岩の合間を流れる川がすごいんですよ。この岩が積み重なっているようになっているんですよ。これが鬼の下震いらしいですよ。まあなんかいろいろ逸話があるみたいですけどね、もし気になる方はググってみてください。これは玉姫橋。来た来た結局2キロぐらい歩いたかな。しんどかった、めっちゃ登ってきた。吊り橋のとこまで帰ってきました。これはきつかった。汗だくですわあ疲れた。さあそれでは今奥出雲にいてるんですけども、北上してねちょっと道の駅に行きたいんですね。国道432号線をこちら右折しましょう。まあ、それで次の道の駅なんですけども、視聴者さんからねその道の駅には酒粕ソフトっていうのがあるので、ぜひともそれを食べてみてくださいということでね、情報提供いただいてるんですよ。ぜひとも食べたいですね。今ね急に僕ちょっとここ止まってるんですよ。っていうのもね、亀岳駅ってパッて見えたからね、これってね
砂の器やったっけね、映画でキーポイントになってた駅ちゃう？なんか僕ね、そういう風なすごいねイメージがあるんやけど、ちょっと調べてみよう。やっぱ、あ、でも写真撮ってる人もおるからやっぱりそうなんかな。蕎麦屋さんか。うわー、なんかすごいな、サインもいっぱい。うわー、食べようかな。僕、砂の器ってね、映画バージョンも見たし、確かね、スマップの中居くんでドラマやってましたよね。それも見ましたわ。結構ね、面白いっていうかね、いろいろと親子のね、運命を感じる映画でしたよね。もう一回見ようかな。家帰ったら、ネットフリックスかアマゾンプライムであるかな。家帰ったら見てみよう、もう一回ね。おっと、目の前には、ジュンポプラありますよ。もうこんなん見て感動するの僕ぐらいちゃうか。ローソンに侵食されていない純ポプラ発見しました。島根県の奥出雲。さあ、そしてね、道の駅に寄ります。酒蔵奥出雲交流館というところでね、相変わらずバイクはどこに置いていいのか分かりませんね。酒蔵奥出雲交流館の道の駅、今場所的にはね、今場所がここですね。今日はね、この浜田からね、ずっと来て、こう中入っていってね、この三瓶山の方に来て、こううにゃーって来てね。そして今ここまで来たってことですね。で、今日目指すのはこの米子、ここまで目指したいと思います。2番手、甘酒ソフト買いました。あー、すげえ甘酒の味、これうまいな。すげえ、めちゃくちゃ濃厚のねっとり。今回はね、カップにしました。コーンだとね、この日差しでしょ、ボッドボドに溶けると思ったんでね、カップにして正解。さあ、今夜のあてを買いましたよ。奥出雲と煮たまりの日本酒。さあ、そして今からコーヒータイムとコーヒーのお茶菓子いただきましょう。それでは出発しましょう。しっかりとね、今晩の相棒も買いました。それでは米子の方に向かって走りましょう。国道432号線を北上していきます、ね、米子に行くのね、まだちょっと時間が早いんですよね。ただいま2時20分ということでね、今ね、ちょうど道の駅出てきたんでね、寄りましょう。時間つぶしですわ。こうやってね、時間に追われないツーリングもいいね。気持ちに余裕が出てくるもんね。運転にも余裕が出てくるしね。なんかよくわからんけど、なんかすごいな、築山富田城。道の駅アラエッサがあと1キロということなんで、とりあえず帰りましょう。バイクはどうですか？いつもながら分かりません。 あそこ、あの屋根の下。ここね、すみません、鳥取って言いましたけど、まだ島根県ですわ。ほぼ境目ね。さあ、今からね、今夜の宿に向かいましょうか。ここからね、だいたい10分ぐらいですわ。はい、行きましょう。もうめちゃくちゃ暑いっすわ。あ、今3時50分なんですけどね、
もうこんな日差しですよ、強烈。さあ、米子市内ですね。なんかやっぱり都会やな、今まで来たとこと比べたらね。あの右手が米子駅ということでね、ホテルがね、米子駅のすぐ近くですわ。あ、出てきましたね、米子ユニバーサルホテルということで、朝食無料、夕食無料ってね、どんなホテルやねんってね、実はそうやったんですよ。今日ね、朝食と夕食が無料のホテルなんですよね。さあ、それで、オートバイの方、はいはい、こちらに止めていただけないので。あ、そうですか。さあ、今からね、駐輪場にバイクを入れます。え、これどうすんの。米子駅の南側に、バイクを止めました。1日160円です。まあ、あの別にお金はいいんですよ。ただね、もう本当にびっくりしたのが、今日のホテルね、バイク止めるとこありませんってね、あっさり言われたんですよ。僕ね、今までね、もう100カ所以上ね、ホテル、民宿、旅館とかね、いろんなとこ泊まってきましたけどね、バイク置けませんって言われたの初めてですわ。僕そう言われた時にね、もうえって固まったんですよ。止められへんの？いや、もう軒下とかどこでもいいんです。いや、ダメなんです、場所がないんですよ、言われて、え、今までバイクの人とかどうしてたんですかって言ったら、さあみたいな答えでね、一応案内されたのが今止めた、有料の駐輪場ですよね。ただあれも大きい GS とかやったら止められないですよね。いやー、びっくりした。ホテルのことを悪く言いたくはないんですけども、やっぱりね、遠くにバイク止めるって不安じゃないですか。まあ、ちょっとそんな出来事がありましたっていう話です。わざわざまた結構な距離を歩いていきます。はあ、ほんまにもう10分ぐらい歩いてるかな。目の前にはね、39号がありますよ。ほんとにもう赤間、これは今夜ぼやいてまうな。あれやな、今までも絶対バイクの人からね、嘘やろとかいろいろね、意見は出てたはずですよ。歴史のあるホテルやから。それでも何もしなかった。まあ正直バイクの客なんて少ないから、ホテルにしてみたら眼中にないんでしょうけどね。バイクは知りませんって、駅の方に有料駐車場がありますよって、それだけですもんね。いやー、本当にびっくりしたわ。こういうぼやけをしたらね、そんなんで止まれへんかったらええやろとか、キャンセルしたらいいやろとかね、言われるんですよ。でも言わせてくださいよ、たまには。あ、東横インはやっぱそうやんな、入り口の横にバイク止めれるよな、普通な。あんなでかいハーレも止めてんやもんな。明日の朝のチェックアウトも思いやられるわ。まずバイク取りに行って、はあ、もう汗だく。まさかこの炎天下なんか10分以上歩くとは。昔ながらのホテルっていう感じでね、ね、シャンデリアとか立派なんですよ。薄暗い廊下、なんなんこれ。禁煙の部屋って言ってんのにさ、灰皿って、入った瞬間分かったわ、あ、タバコの部屋やって。別にもうそれで文句言うつもりもないけどさ。なんこのブラウン管ってほんまに。まあ、あのちょっとぼやかしてくださいよ。旅の最後のホテルね、ちょっと僕は個人的な感想ですけど、ちょっと選択ミスしましたね。もうちょっとお金払ってでもね、東横とかね、メジャー級のところ言っといてよかったなと。ああ、もうたまらんで、もうね、なんかむしゃくしゃするからさ、ちょっと飲むぞ。ね、ロックで行こう。ロックを一口だけ。本日もお疲れ様でした。バイバイ。
あほんまチェックインだけでこんだけ疲れるとは思わなかったわ、まあ、今回僕正解なので延長コード持ってきてるんですよ。かなり利便性がいいですよ。手元でねスマホ見れたりしますもんね。やっぱりホテルってさどこにコンセントがあるか分かりませんからね。こんなとこにあるんやしねうつうつさこの辺につけてほしいよね。まあいいや、もうこれ以上言わんとこ。さあこれが無料のご飯ですね。文句ばっかり言っても仕方がないね。美味しくいただきましょう。肉少な。さあ飯は食ったがもう一回食べに行こうさあ再び米子駅まで来ました。目の前には39ね晩ご飯食べたけどね、うん、やっぱりね全然ダメでした申し訳ないけどもね、とはいえね別に食べれる程度でしたよ。でもねやっぱりせっかく旅に来て食べるんですからね、うん、納得したいということでね今からラーメンでも食べに行こうということでね、もう目の前のラーメン屋牛骨ラーメン食べに行きましょう。やっぱり鳥取といえば牛骨ラーメンですよね。さあどっかいいお店ないかなと今徘徊しております。まあ、ラーメン食べたかったけど別にまあ何でもいいやって感じなんですけどね。さあちょっと路地の外れに来ましたけどね、大連っていうラーメン屋さんを Google マップで見つけてきたんですけども、ちょっと行ってみましょうか。大繁盛でね、ちょっと待ちますわ。だってこの牛骨タンメンってめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。食べてみたいね。ああ苦しい、食いすぎだそら食いすぎや、中に。はい、皆さんお疲れ様です。そしてこんばんは、バイカーシンです。さて本日も生配信もどきの配信をさせていただきたいなと思っております。ここはねもうホテルにチェックインしてね今くつろいでるところなんですけどもね、はい、今日もねハイボールを飲んでおりました。今日はねトリス、あともう残りこんだけなんでね、もうこれだけちょっと仕上げたいと思います。うん、これでこれぐらいかな。それでは皆さんお疲れ様でございました。それにしても今日も暑い一日でしたよね。ほんと灼熱地獄でした。もうこの通りね、もう干からびでね骨皮すねもになっちゃいましたよ。はい、そんなわけで、はい、今ホテルに着いてね落ち着いて、まったりとしていますと言いたいところですがね、ちょっとね今回は申し訳ない、ちょっとぼやかしてほしいんですよ。まあ、ぼやくって言うてもね、本気でマジ切れでぼやくとかじゃなくて、ちょっと冗談入れてね、話のネタとしてぼやかしてくれたらなという程度ですわ。だからね、まあそんなんでももし嫌だっていう方はもうこの動画は見ない方がいいと思いますし、まあ興味本位ででも見ていただけたらなと思いますわ。ちょっとまあ今日泊まってるホテルについてのぼやきですわ。だからもうホテル名も言いませんし、あくまでも僕の主観的な印象として話をさせていただきたいなというところなんですね。そしてね今日ねここにねじゃ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 んとね
また日本酒があるんですわ。今日道の駅でね買った日本酒、奥出雲と煮玉井という日本酒ですね。両方とも同じ会社かな、奥出雲酒造。ああ一緒ですね、両方とも奥出雲酒造の日本酒ですね。今日道の駅で買ったんですけどもね、これが美味しそうだったんでね買いました。これもね一杯ずつ飲んでねちょっと飲み比べしたいなと思いますね。それでこのホテルについてのぼやきちょっとだけいいですかね。ちょっと長くなるかもしれませんけどもご辛抱ください。今日ねこのホテルっていうのは、まあ、チェックインが16時からなんですよ。まあ、それはそれでいいとして、僕も16時ちょうどに到着しまして、当然バイクでそのホテルの前に乗り付けたんですけども、まあ、どこに置いていいかわからないと。バイク止めれそうな場所が全く見当たらずに、ひとまずは、まあ、ちょっとホテルの前にバイクを止めてね、チェックインの方をしに行ったわけなんですよ。まあ、それでチェックインの方も、まあ、滞りなく終わって、そして、今日バイクなんですけども、どこ止めさせてもらったらいいですかということで聞いたら、いえ、あの、バイクは止めれないんですよ、と、軽く言われましてね。僕、それ言われた時に、え?って、バイクですけど、って。ついついね、何言ってんのあんたみたいな形でね、いや、僕、バイクですよ、っていうふうに言ったんですよ。そしたら向こうの方は、はい、あの、バイクは止めれないんです。僕もね、はぁ、え?バイク止められへんって。車は止めれるんですよね。そしたら向こうの人も、はいって、いや車止めれてバイク止められへんっていうのは、え?何なんですかって聞いたら、いやバイクは止める場所ないんですって。もうその一点張りなんですよ。と思ってね。そしたらこれどうしたらいいんですかって聞いたら、いや止めれる場所探していただいてってすごいね、もうあんた勝手に探してきなさいよっていう風な感じなんですよ。いやびっくりしましたね。僕もね今までの人生の中、ホテル、まあ、レジャーホテルもビジネスホテルもね、あとほにゃららホテルとか、あとは旅館、民宿ね、そういったところも100カ所以上泊まってますよ。それでねバイク止めれませんって言われたのはね生まれて初めてびっくりしましたわ。いやーすごいな思ってね。挙句の果てには自分で止めれるところ探してくださいみたいなねびっくりするでしょう。いやそれでね僕もまあそのまま素直に、あそうですかとはやっぱり言えないじゃないですか。いやこれねバイク乗りの人やったらねみんなそう思いますわ。ありませんって言われて、はいそうですかわかりましたってね、二つ返事で承諾する人ってまずいませんよね。大概みんなね、え、ほんならどこ止めたらいいんですかとか聞きますよね。いや僕もそれってね、どこ止めたらいいんですかって聞いたら、まあ最初の答えは自分でまあ探してくださいよみたいなこと言われたんですけども、いやでもこれ土地勘もないし、そんなバイク止めれるところなんかそんなめったにないんじゃないんですかっていうふうにちょっと強めに言ったんですよ。そしたら向こうの人はまあ渋々っていうか、最終手段でしょうね。いや、そこの駅の南側にバイクも止めれる駐輪場は有料であるんですよというふうに教えてくれたんですよ。それやったら最初に言ってくれたらいいやんと思ったんですけども、やっぱりそれを最初に出してしまうと、そこに止めて何かトラブルがあったらホテルのせいにされたりとか、そういうリスクが嫌なんでしょうかね。まず言ってこないんですよ。まず自分で探してくれみたいなこと言われて、俺こっちが食い下がってからそういったところに駐輪場ありますよっていうふうに言われたんですね。ただそこも入り口の幅があるんでバイクによっては入れないんですみたいなこと言われてね、結構それでお客様と揉めるんですよって言い張って、向こうの人そら揉めるやろうと思ってね、バイクダメっていう風なホテルはほんと初めて聞きましたわ。でね僕もねちょっと突っ込んで聞いたんですよ。こんなんねもう何十年もこのホテルやってるわけでしょ、今までそのバイクの人と揉めたりしませんでしたんって聞いたら、いやいろいろありましたけども、とホテルはバイクは止めれないんですって、もう結局その一点張りなんですよね。いやびっくりしたわ。
ねえ、まあ、こういうホテルもあるんやなと思ってね。まあ、僕もそれ以上言っても仕方ないんで、もうほんなら、その、駅の南側の駐輪場行って止めますわ、っていうでね、うん、そこに行って、なんとかセローは入れるような駐車場やったんで、止めれたんですけどもね、あれ、大型バイクとか、特にその BM の GS とかね、そんなの絶対無理っすわ。もしそういうバイクで来てたらどうすんやろな、途方に暮れるかもしれへんね。まあ、とにかくびっくりした。ああ、なくなった。そしてね、また話の続きあるんですよ。その、なんとかバイクは止めれましたと。それでね、このホテルの売りというのは、朝食と夕食が無料でついてるんですよ。無料ですよ。ま、そのホテルの名誉のために言っときますわ。金額はね、すごいリーズナブル。朝食と夕食無料でついてて、5000円ぐらいなんですよ。安いでしょ。まあそれはそれでありがたい話なんですけどもね。で、あの夕食の方も無料でついてて、まあ今日の献立は、まあカレー定食か、あと日替わり定食になりますということで、日替わり定食を僕頼んだんですよ。そしたらまあ無料なんで、別にそれで文句は言えないんですけども、ああ、そっか、これ無料、まあそうやんね、っていう風なレベルのご飯でね、正直、うん、ついてなくてもいいやんっていう風な感じでしたわ。ただそれでも満足できる人は絶対いてるはずなんでね。まあ、ないよりあるに越したことはないんでしょうけどもね。僕の場合は、あ、これやったらもうなくていいわっていうような感じやったんですよ。ただ、注文した以上はやっぱり食べないとね。だからその晩ご飯ももう食べましたよ、バーってね。まあ、それでお腹半分ぐらい膨れたんですけども、ただ、せっかくね、こうやって、ね、泊まりに来てね、正直そういう、食事で満足できないじゃないですか。はい、もう速攻ね、外に食べに行きましたわ。今、ここは鳥取なんですけどね。鳥取といえば、牛骨ラーメンですわ。で、ホテルの近辺のラーメン屋探したら、あ、いいなーって思うところがあったんで、そこ行きましたわ。めちゃくちゃ美味しかった。それでね、もう腹いっぱいになりましたよ。まあ、それはまだ、後ほどの動画で紹介するとしてね。そんな感じでね、ホテルの晩ご飯食べてから外に食べに行って、まあ二度手間とは言えへんけども、あのホテルの晩ご飯は何やったんやろうっていう感じでね、前菜って、といったそんな感じなんですよね。まあ、そんな感じでね、なかなかいいでしょう。でも、その本当にそのホテルの名誉のために言っておきますわ。このホテルでもね、満足できる人は絶対いるんで、徒歩の方ね、特に、駅から近いんですよ。だから、車とかバイク以外の人やったら、まあ、いいんちゃいます？ご飯さえ別に我慢すりゃというか、無料なんで食べなくてもいいわけなんですからね。うん。まあそこはまあ、文句の言われる筋じゃないかもしれんね。ホテルにしたらね。それでね、結構もう、昭和時代をずっと引きずってるようなホテルなんですよ。だからね、作りの一つ一つはすごい豪華なんですよ。ホテルのロビーの天井はシャンデリアがついとったり、あと部屋もね、微妙やな、部屋は。これ今画面には映ってませんけどもね、テレビあるんですけども、なんと、ブラウン管。皆さん知ってます？ブラウン管のテレビ。そうなんですわ。びっくりしましたわ。ブラウン管なんでね、4対3の比率のテレビなんでね、端っこが、映らないんですよ。いやー、すごいな。今、液晶テレビだって、普通の小さいサイズでもね、2、3万で買えるじゃないですか。でもやっぱりこのホテルは、ブラウン管を使い続けるという方針なんでしょうね。まあ、それはそれでいいかとは思うんです。別に。映るし、テレビってそんなもう見ないですからね。もうどっちかって言ったら僕もパソコン持ち込んで、それでネット見たりしますもんね。ところが、今のご時世、このホテル、まあ、ビジネスホテルですけどね、部屋に Wi-Fi がないんですわ。ないんです。ここ数年で僕、ホテルで Wi-Fi ない部屋って初めてやな。このホテルの中で Wi-Fi 通じるのは1階のロビーだけということなんで、ちょっとそれもびっくりした内容になります。はい、まあ、そんなこんなでね、そのホテルに関しては、本当に
単なる僕個人的なぼやきですんで、まあそれも軽くちょっと冗談っぽく話できるようなネタにできるようなぼやきなんで、あんまり深刻に受け止めてもらわなくてもいいと思うんですけどね。はい。ただびっくりした、バイク止められへんっていうのはね。ちなみに言っておきますわ、そのホテルのレビューはもう最悪ですわ。本当にみんな辛辣な言葉が並んでましたね。もう僕もそれ最初にチェックは全然してなかったんですよ。そういうリサーチ不足の僕の責任でもあるんかなという気はしますね。あのレビュー見たら多分予約はしてなかったと思います。はい。すいません、もう全て僕が悪いんです。はい。そんなわけでね、はい、ちょっとこっち行きましょうか。ちょっと飲んでみましょう。純米酒奥出雲ということでね。うん、色はちょっとね、この部屋のライトがね、暖色系のライトなんでね、もうこれはちょっと色わかんないですわ。すごい黄色く見えますけどね。でも透明じゃないよね。うん、うん、香りはいいね。ちょっと飲んでみます。舌の上で転がすようにね。精米部合は 70% ですって。すっごい、でも軽いねこれ。言い方悪いけども、水のように飲めるわ。うん、めちゃくちゃ軽い。キューッとくるようなパンチはないね。本当に軽いんでね、スッと入っていくね。だから喉を通るときもね、クーっていう感じじゃないんですよ。スーッと水のように普通に食道を流れていきますわ。ある意味飲みやすいということでしょうな。でこちらが煮た米ということで、精米部合は 80% か。うん、だからさっきよりも色ついてないかな、ちょっと分かれへんね。うん、匂いね、あ、さっきのよりも匂いないかもしれへんね。ちょっと酸味があるんかな。ちょっとね、舌の上で香りと味が残るような感じやね。さっきのは本当にスーッと流れていったんですけどもね、こっちはちょっとツンとくるね。まあまあ美味しいのは美味しいですよ。これも正直ね、飲もうと思ったらこんな一気になくなりますわ。だから昨日の晩に飲んだね、獺祭のね、プレミアムのやつ、あれが強烈すぎてね、今日飲んだ分は本当にちょっと軽く感じるね。言い換えたら飲みやすいということでしょうね。まあ美味しかったですよ。またこれはね、お家帰ってからゆっくりと飲みたいと思います。まあ、そんなわけでね、今日でツーリング4日目が終了したということでね、本当に今までバイク的なトラブルもなくね、道中のトラブルもなく、スムーズにツーリングができております。そして明日は最終日、今米子にいてるんですけども、そこからね、兵庫県に向かって走っていくんですけども、まあ、メインはね、蒜山高原かな。あ、蒜山高原と大山、そこを回って帰ろうかと思います。まあ、大山に行ったらね、どうしてもソフトクリームは食べちゃいますよね。そして蒜山に行ったら蒜山焼きそばとかね、そういったのも食べたいなと思いますし、もしあれやったら蒜山焼きそばのソースを買って帰って家で作って食べるっていうのもありかなと思っております。そんなわけでね、明日もね、楽しみな一日となっております。そしてツーリング最終日ということでね、ちょっと悲しい気持ちもありますけども、まあ何しか一番大事なのは事故を起こさない、巻き込まれないということですよね。だからそれをね、本当に常に思い続けてね、安全運転でいきたいと思います。すいませんね、本番はちょっと愚痴っぽくなっちゃってね、まあ軽く受け流してくださいね、よろしくお願いいたします。辛辣なコメントは不要ですんで。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。本日もベッドの上に寝転んでたら寝落ちしました。今回もね、ライブ配信風の動画を撮影してアップロード
しようかというその寸前で、はい、寝落ちしてましたわ。参った参った。まあちょっとねお酒も入ってるんでね、どうしても疲れもあって横になったら寝落ちしてしまいますね。今から本格的に、はい、寝たいと思います。本日の動画もご視聴ありがとうございました。また明日もよろしくお願いいたします。では。まあ15分ぐらい並んでゲットしましたよ。早く食べんとね、溶けるからね、時間との勝負。いや視聴者さんとお会いしてね、今早速貼ってくれましたわ。